対戦の方足りない。お前を目指すのはあの頂上だ。そうそうそう、あそこにたどり着いてこそ真のミルククライマーだ。皆さんこんにちは、元気ですか。大阪といえば通天閣、串カツ、ヒョウ柄ですよね。でも今日ご紹介したいところがあります。それは500、5000円。というわけで今日はこちらです。というわけで今日やってきたところはこのザリガニというねゲームセンターなんですけど、結構ね懐かしのゲームとか、まあ、この横にガチャガチャがあったり、なんだろうこの対戦の塔ザリガニ。このザリガニの3回はヤバそうですね。詳細は後ほど。私のゲームはなんだこれは。あ、どういう景気型なの。お前の目指すのはあの頂上だ。そうそう、あそこにたどり着いてこそ真のミルククライマーだ。え、それではゲームセンターザリガニに入っていきましょう。ここは懐かしのレトロゲームでいっぱいです。80年代から90年代まで人気を集めたゲームばかり置いてます。とっても懐かしいですが、私は門限が厳しくてファミコンに逃げました。それでは誰もが恐る3階のフロアに行ってみましょう。あれ、普通ですね。というわけで今日はこんな感じで帰ろうかなと思います。それではまた失礼します。で、なんか新世界別店舗
フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。